唐崎は日本海軍発の潜水母艦。艦名は津島北端の地名から名付けられた。元はロシア帝国の義勇艦隊所属性にカーテリーノスラフ号である。名称は現在はドニプロペトローシクと呼ばれるドニエプル川沿いの都市にちなんだものであった。オデッサからウラジオストクまで航行し、その帰路で日露間の国交断絶により隣りだほされた。 日露戦争で捕獲された艦艇にはその艦に馴染みのある艦名が名付けられた。本艦は津島の北方、富山沖で打歩されたため、津島北端の地の名前が付けられた。本艦は英国の造船所の建造で打歩当時まだ先令8年と若く遠洋航海にも問題のない船であった。さらに艦内に多数の人員を収容できるのでその後に、 潜水母艦として活用されたものと思われる。他方翌年、1905年の工事により、日本海軍初の潜水母艦となる。翌年正式に日本海軍へ編入されたが、書類上の類別は、元から存在する水雷母艦となった。その後に東海防艦になり、水雷母艦へ戻ったが、一貫して潜水母艦の任務に従事していた。 1924年以降は老朽化のためクレコーに、係留され海軍潜水学校練習艦として、使用、同年に潜水母艦の類別が新設される異別が、潜水母艦へ変更された。1939年に除籍されたが、船体は、第二次世界大戦後の終戦後も倉橋島に、残されており、1947年11月25日ポンツーンとして、 クレシエ引き渡された。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。階層完成時の要目は上の性能諸元表を参考のこと。1919年頃主艦を宮原式官4機と交換1926年頃5センチメートル砲2門を 撤去し 8cm 広角砲一門を装備した。除籍直前の1937年頃の常備排水量は6269トンで、この頃までに館内の多くの設備が撤去されていた模様である。ありがとうございます。